今回はですねちょっと一枚のチラシを見ながら私の実家で起きたことを紹介しようと思います決して変なことではありませんあの実家に行くとねまあ毎日行ってるんですけども珍しくこんなチラシをね取っているんですよそれが脊柱症ですかこれ実はうちのね父が80を過ぎるんですけどもあの患った病で手術をしてまあ今はねそこから治って まあ多少不自由ながらも通常の生活を送ってるとこなんですよ。で、脊柱管狭窄症ってこっちに書いてあるでしょまさに自分が患ったことがある病なんで、これ、チラシ気になって手に取っちゃいますよね。で、いつもはポッとね、ポストに入ってるチラシを捨てるんですけども、今回はなんとなく取ってたみたいなんですよ。で、 私も見てみたんですけども、このチラシを手に取ってくれた50から80代の方へって書いてたら、まさにこういった病に悩む年頃じゃないですか。またですね、こちらの方にこんな実例が書いてあるんですよ。寝たきりになって迷惑をかけたくないって、これ誰もが思ってますよね。で、湿布や痛み止めが手放せない。50代以上の方はほとんど何らかの湿布や痛み止めを手にしてると思うんですよ。で、5分歩くと休んでしまう。これもそういう方多いですよね。まあ、つまり、 50代から80代の方のほとんどの人に当てはまるようなことを書いてあるんですよね。ちょっと進めてみましょうか。ほら。洗濯してる時に腰が痛くて家事が辛いとかね。お尻から足に痺れ,れがあるみたいなこともあると思います。で、畑仕事ですぐ腰が痛くなるとかね。さらに3件以上の病院とかに行ったんだけども改善してないとか、手術はしたくないよねとか、注射しても効果ないんだよねって。そういう方は、 うちに来てててくださいって書いっ書るんですよ上手な書き方ですよね。しかもね、1万円のところ、このチラシを見て7日以内にご連絡いただければ、1980円になるって言うんですよ。これは電話しちゃいますよね、これね。<laughs> とりあえず電話って思っちゃうでしょう。うん。で、日野生態院って、どんな立派なとこなのかなと思うわけなんですよ。で、画面がちょっとね、切り替わります。本日から7日以内に、予約じゃなくてもですよ。 ようやくは後でもいいんだけども、とりあえず一旦電話くださいと、チラシ見ましたぐらいね。そしたらもうね、あなたは1万円から1980円の権利を手にしましたってことなんですよ。とりあえず電話しとくかって気になるでしょ、これ。で、まずこのとりあえず電話をするってのが大事なんですよ。で、チラシを手に取らせることに成功して、電話までさせることに成功したらもうご縁ができるわけですから、なんかの時にはここにお願いしようかな、日野さんにお願いしようかなってまずなるわけなんですよね。上手だなと思いますね、これ。 はいでこれが日野さんなんですよ。<laughs> 上手な流れでね、自然に院長って書いてますけどもね、今回のボディケアセラピストの方が目の前に出てくるというね、で、信頼して体を預けても良さそうな年齢の方でしょで、笑顔でしょいいですね。笑顔がいいですね。歯がピッと見えていてね。で、着てるものがそれっぽい、専門のユニフォームですよ。はい。で、こういう風にチラシを見るんですけども、さらにね、私がね、 すすごいなな良かったなと思うのがあるんですよこのお客様の顔出しの声がちゃんと掲載されていてね良くなりましたってこと書いてるんですよそしたら今度はお客さんの立場としてこれ社会的承認っていうんですけどねあこの人が自分で言ってるだけじゃなくてここに行った人がこんな悩みを改善したんだってことが具体的に自分のことのよのに分かるんですよねいいじゃないですかねで最後画面が切り替わります はい見てください。院長さんが施術をされてますけどももろ自宅なんですよ。ね。でももうそんなのどうでもよくなってるでしょ自宅だけども専門のまあ院というかねセラピストさんに効果のありそうなことをやってもらってるみたいな風に見えるんですよね。まあ光が入るようにこの雪障子を開けてで襖も綺麗になってますよね。 で余計ななももの一切置いてないっていいいいててっうとところもいいと思まます、まあ、全体は見えないんですけどもねそれっぽいじゃないですかで「日野式生態法」って書いてあってねなんか名前まで書いてあったらなんかいいなって感じそれから数多くのテレビ番組や雑誌でも特集されたって書いてますけども必ずしもこの先生が特集されたわけではないと思うんですよでも生態が広くテレビで紹介されてますよねってのは当たり前じゃないですかそこからうまいことね まるで私が取り上げられたかのように文章を嘘偽りなくつなげてるんですよ。で、このライティングもすごく上手だなと思いました。で、改善率91.7%誇るとかね。うーん、すごいですね。で、こういった施術は多くのテレビでも特集されるぐらいの施術方法ですよって、繰り返しますけどこの人がテレビで取り上げられたわけじゃないんですよ。 テレビでよく取り上げられてることを私もやってますっていうふうにね、言ってることによって、そのテレビの信頼を自分に振り向けさせてるっていうところなんでしょうね、きっとね。いやー、チラシって本当に勉強になりますよね。じゃあまた投げ込みチラシでいろいろと勉強していきましょう。それでは。